東京都府中市のダストボックス。可燃ごみと不燃ごみを別のボックスで収集している。分別収集とは、廃棄物の中間処理や最終処分を容易にするために、その材質ごとに廃棄物を分類し、それを収集することを指す。日本の容器包装に係る分別収集、及び最小品化の促進等に関する法律では、分別収集は、 廃棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物について必要に応じ分別、圧縮その他環境省令で定める行為を行うことと定義されている。なお、ゴミの分別は収集前に発生源で分別したものを回収する、発生源分別に限られず収集後に分別を行う選別センターなどの施設もある。ゴミ処理における 資源物との分別には、市民が分別したものを回収する、発生源分別、収集後に専用施設で分別する選別センター、ハイブリッド方式がある。それぞれのゴミ分別の方式には、長短があり、市民の負担、回収や選別にかかる費用、分別後の資源物の質に違いを生じる。普通ゴミ、リサイクリング、生ゴミの3種類。 高度経済成長期の日本の家庭ゴミは、焼却の可否の観点から、不燃ゴミ、可燃ゴミに分けて収集が行われていた。1990年代に入ると、リサイクルの重要性やゴミによる環境汚染、最終処分場の減少に伴うゴミ減量化の必要性が認識されるようになり、腰類、食品トレイなどのプラスチック類、使用済み乾電池、 蛍光管などの分別収集が進むようになった。並行して、腰、段ボール、瓶、缶などを資源ごみとする分類も成立した。20種類以上にも細分化して収集している。自治体として、徳島県上勝町の34種類、鹿児島県大崎町の約28種類、愛知県碧南市の約26種類、熊本県水俣市の約24種類などがある。 中国では省によって違った分別方法がある。上海では2019年から有害か回収物、質、管と分けられ、分別収集が実施された。北京では2020年から有害か回収物、クリア余り、その他、と分別収集された。横浜市のように強力な焼却炉を導入し、分別せずすべて一括して、収集、焼却し、 焼却灰から不燃ごみを取り出す実地帯もあった。ありがとうございます。